GFX100S がブラックマジックローに対応したことは、我々映像を作る人間にとってとても大きなニュースでした。これはスーパー 35mm センサーやフルフレームセンサーを飛び越えて、中間センサーで 12bit の 4K 映像収録ができるということです。他のシネマカメラを見回しても、そんなカメラは現在存在しません。私が所有している GFX100S の価値がさらに高まりました。800万画素の 4K でも中盤センサーで描き出された絵は、フルフレームのものよりも奥行きが深く解像感があります。ブラックマジックローでの記録のメリットは、 12bit のロー映像をプロレスと同等、もしくはより軽い容量で SD カードに記録ができ、ダヴィンチリゾルブにネイティブに対応していることです。細かいカラーグレーディング作業を行うのであれば、やはりダヴィンチリゾルブが最適です。またブラックマジックロー自体がダヴィンチリゾルブに最適化されているため、コンピューターへの負荷がとても低く、ラップトップ PC でも軽快に編集作業ができるというのもブラックマジックローの魅力の一つじゃないでしょうか。今回7インチのブラックマジックデザインビデオアシスト 12G を使用して撮影を行いました。ブラックマジックローで記録を行うことで、ブラックマジックデザイン独自のカラースペースガンマを使用することができます。富士フィルムが定義する色やガンマカーブとは一味違った風合いですが、我々映像制作を長年やっている者にとってはとても使い慣れたものです。コントラストやミッドポイント、サイドの調整をするだけでとてもリッチな絵に仕上がります。やはりローでのコントロールは、プライマリーグレーディングを行う際にコントラストや色の立ち上がりがとても素直なので、ノードで調整を行うよりも綺麗な仕上がりになります。今回の作品ではシネマライクなシーン、メイキングやドキュメンタリー的なシーン、ビューティーのシーンなど、さまざまなシーンを組み込んで撮影しました。冒頭のシーンは結構な明暗さをつけてライティングを行いましたが、広いダイナミックレンジのおかげで輝度情報がデータの中にちゃんと収まるので、自分の思うコントラストの絵を作ることができました。改めてセンサーが光を記録しているんだなという実感をしました。また12bit の色深度のデータのおかげで、一部の色相や輝度に対して変更を行うセカンダリの作業がとても精密にかつ簡単にできます。本編のあるシーンで背景の色と分離がしづらい同系色の色を演者の衣装にしました。これも 12bit の色深度があるおかげで、こうした複雑な色の分離がしやすく、短時間での調整が可能になります。時間経過を表現するため、春先のイメージをカラーグレーディングで秋のイメージに変色してみましたが、違和感は感じなかったのではないでしょうか。また全カット、スキントーンの調整のため人物の肌を分離していますが、こちらも違和感なく分離と調整ができています。ビューティーなどのコマーシャル撮影など求められることが多いクライアントワークにも対応できると思います。ローでの撮影は撮影の失敗を補填することもできますが、もっとより良い映像、リッチな映像、作りたいものを作るためにある手段だと私は考えています。そういう意味でこの GFX100S の中盤センサー、そこにブラックマジックローの組み合わせ、これは我々クリエイターにとってとても有意義なものだと思います。中盤センサーが描き出すロー映像、多くの方に体感してもらいたいです。映像でもモアザンフルフレームです。